それがね、後で五族共和っていう言葉になるんですけども、満州をね守って、ちゃんとしていくにはアジア人が力を合わせなきゃいけない。それは5つの民族ね、はい、日本と朝鮮と満州と中国とモンゴル、その5つの民族が力を合わせなければ、特に当時は共産主義への脅威があったんですね、はい。皆様こんにちは。本日は小沢俊夫先生に、小沢開作さんについてのお話をしていただく番組ということで進めてまいりたいと思います。小沢俊夫先生、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。小沢開作さんというと、まあ、あまりこうご存じない方も多いかもしれないんですけれども、小沢俊夫先生、それから小沢誠二さんですね、あと小沢幹夫さんのお父上でいらっしゃって、であとその、まあ、小沢誠二さんのお名前でよく言われることがあると思うんですけれども、実は小沢誠二さんの誠二というのは、満州事変の時のですね、そうそう、板垣誠四郎さんの姓と石原莞爾さんの字、この2つの字を取って、誠二さんと名付けられたというエピソードがよく言われることがありますけれど、僕もそう聞いてますよ。なんか親父はね、とってもその石原莞爾さんと板垣誠四郎さんが尊敬してたし、その波長があったみたいですね、はい、特にその民族共和っていうね、五族共和っていう思想についてはね、なもんで、とても親しくしていただいたみたい。で、ある時、なんか、三人が会って話してたのか、飲んでたのか、なんかしらけど、その時にその、三男坊が生まれたっていう知らせが入って、ね、なるほど、なるほど、はい。その場で名前つけたって話して、そしたら、うちの父親がね、はい、誠二と名前をつけさせてもらいたいって言ったら、はい、石原、板垣誠四郎さんが、はい、いや、石原の方が偉いんだから、時世としろって言ったら、時世じゃ名前にならないんじゃないですかって言って、政治になったっていう話がね、そうですね。親父から聞きましたけどね。だからまあ、そのエピソードに象徴されるように、まあ、そのちょうど満州事変の時に、満州にいらっしゃって、非常に現地の日本人の若手のリーダーとして、まあ、頑張られてですね、で、五族共和を夢見て、まあ、活躍されたと。で、その後、中国の北京に行かれて、今度は、日中友好のためにですね、もう粉骨砕身努力をされたという方でいらっしゃるということで、まあ、ここの経緯をですね、今日はぜひお話を伺えればと思っております。でちょうど実は2019年が、小沢開作さんの50回忌ということで、先日山梨県で、はい、その会があって、私もすみません、ちょっとお邪魔をさせていただいたような形で、本当ありがとうございました。ありがとうございます。結構今あれですね、地元でもいろんな検証会の方ができて。そうみたいですね。なんか、亡くなって50年だそうです。だそうですっていう意味は、僕は49年かと思ってたら、はい、なんか仏教ではその1年先に考えるということでね、50回ということで。はい、で、地元でね、親父の小説が出たんですよ、ね。はい。満州ラプソディっていうのかな。意味は高行先生のお書きになって、はい。なもんでね、それをきっかけに、地元の方々が、そんな奴がいたなら、ということで、小沢開作検証会っていうものを作ってくださってね。はい。でその方々の中心で、その50回忌をやろうということになったもんですからね。うん、僕らも、お墓参りに行きたいと思ってたもんですからね。はい、その、合体させていただいて、お墓参りと記念の会をさせていただいたんですね。はい。うん、ちょうど山梨県の、かつて高田村と呼ばれた、はい、ところですね。うん、今が三郷町でございましたですかね。市川三郷の町になってというところですね。小沢開作さんがですね、明治31年生まれ、そうそう。1898年でございますので、ちょうどですからですね、もう日清戦争も終わって、まあ、日露戦争との間というところですね。生まれたのはね。はい。そして明治40年41年に大氾濫、大洪水があったんですよね、富士川のね、はい、そんなもんでも田畑全部流されて、村が貧しくなったんですね、はい、ちょうどその頃親父は10歳ぐらいなわけですよ、ですからもううんと働かされて、はい、一生懸命働いたみたいですね。相当洪水は大変だった、大変だった、2年続けてたって言いますからね、で、親父の親父っていう人が消防組頭をしてたらしいんですね。それで若い者みんな連れて、その、
防波堤を作るというかな、杭を打ったりなんかしなきゃいけない。うん、その時に川がもう濁流が流れてる中でね、はい、その最初に杭を打ちってのは一番難しいんですってね。うん、流れてるわけだから、はい。で、その時に親父がね、計策行けって言ったって言うんですよ。はい、計策だ、田舎の言葉で計策ね。はい、計策行けって言ったって。はい、その10歳か11歳の親父がね、川へ飛び込んで、うん、それで杭をね、しがみついてね、はい、それを上の人、上からおじさんたちが、打って、杭を打ち込んだって言うんですね。その話はよく聞かされました。必死だったと思うなぁ。そうですよね。うん、まあ今なら子供にそんなことなんて話になりかねませんけど、しかしまあ当時のことですからね。そうそうそう。やっぱりもうみんな一丸となって、ね。そうですよね。まあ当然村を守るんだっていう海作さんもそういう思いで。で、それでもう家が本当に村全体貧しくなってね、うん、本当に貧しかったみたいですね。うん、親父がよく言ってたのは屋根がもう落ちちゃってね、はい、雪が降り込んできたって。そうですか。雪が降り込んできたって、寝てると川の上に雪が落ちてきたっていうのがね、うん、それから朝4時ごろ隣の家でね、藁を叩く音がする、はい、つまり藁を叩いて藁地を作るわけよ、うん、それでそれを売って、まあ、収入にしてる、わずかな収入でしょうけどね、うん、で隣の家がトントントンって音を始めるとね、うん、親父が改作を起こしてね、改作起きる、はい、隣は始まったぞって。それで起こされて、なるほど、自分も笑うったっていう話を聞きましたね。はい、だから本当に貧しかったんだと思う。そうですね。うん、で、そういう中でね、まあ、村がみんな共同して復興していったわけですよ、うん、はい。で、もちろん、田植えをするったってさ、結衣って言うけども、うん、組を組んでね、はい、で、一軒のうちが、例えば小沢のうちで田植えとなったら、うん、隣の市川さんも、こっちの隣の鈴木さんもみんな、うん、5、6軒が一緒に力貸して、で、田植えをした。はい。それから今度は鈴木さん家で田植えとなったらみんなで行ってやった。その気持ちがね、ずーっと続いてましたね。ゆいって言ったら、結ぶと字を書いて。そうそう、ね、結びという字書いてね、ゆ、はい、という。で、それがね、後で五足協和っていう言葉になるんですけども、満州をね、守るって、ちゃんとしていくには、はい、アジア人が力を合わせなきゃいけない。それは5つの民族ね、はい。日本と朝鮮と満州と中国とモンゴル。その5つの民族が力を合わせなければ、特に当時は共産主義への脅威があったんでね。はい、赤色革命、いわゆる共産党革命ってのは1918年ですから、はい、1930年頃、満州事変の頃ってのはちょうどまだ12年前のことですよ。そうですね。ついこの間ですよ。しかも隣の国だからね。どんどんまた力を再びこうつけてきた時期ですからね。それで、ロシア人がその赤色革命で追われたロシア人、白系路人って当時言ってましたけどね、白い系統の路人と書いてね。はい、ハッケル人がいっぱい来てるわけですからね、うん、もう脅威はすぐそばに迫ってた、うん、だから五族共和っていうのも絶対の条件だったけどね、そうでなきゃ守れないと思って、うん、でそれでまあ石原幹事さんなんかとも気があったみたいですね。そうですね。だから石原幹事さんも山形の出身で農家の出身ですからね、うん、はい、そういう意味でこう気持ちがあったみたいね。そうですね、うん、やっぱりその五族共和というのが、うん、ある意味ではその頭で考えたということよりも、うん、むしろその若い頃の環境などから、うん、まあ、肌身に染みて知っているというか、やっぱりこう協力しなきゃ何もできないというのが多分ベースに終わりだったんですよね。いや、もうそれも多分じゃなくて確実ですよ、うん、親父の一生を貫いてたのはその感覚だね。ああ、なるほど、うん、はい、農家でみんな力を合わせてやったんだぜと、うん、そのやり方でなきゃ守れないよっていうね、うん、それはもうずっと僕は聞かされてましたからね。ああ、やっぱりそこが本当に原点、うん、原点です、本当に原点ね、だからこの間そのお墓で久しぶりに高田村行って、うん、ああ親父の原点だなと改めて思ったんですけどね、うん、僕は、うん、そうですね、うん、それがあってこその、まあ、それからの人生ということなんですけど、どうも、ご苦労様でございました。ご苦労様でした。どうも、今日はお忙しい中、わざわざ、いてくださってありがとうございました。親父の、さっき、計算で、生まれて120年です。亡くなってから50年という、大きな区切りだと思います。皆さんに、こうやって、見守っていただいて、とても嬉しかったと思います。本当にありがとうございました。気をつけてお帰りください。
ジカの反乱で、はい、あの大洪水になって、大洪水になればご承知のように土石流やら何やらが入ってくるから、うん、作物が取れないようになっちゃいますね、河原みたいな。そうですね、だから高田の人たちが一気に貧しくなっちゃったわけだ、うん、それもほら2年続きですから。そうです ね、 その時にその草履をみんな作ったんでしょ、うん、草履を。で草履を作って大した金にもならんけど、それで生計を立てていたらしいんですね、うん、でその頃の開作さんのお父さんっていうのはやっぱりあの農民でしたから、はい、やっぱり同じようにわらじを作ったりなんかこうあんまり金にならないようなことをしていたんでしょうね。うん、だからまあおそらく貧乏のどん底にいたんじゃないでしょうか。うん、それ海作さんはほら勉強が好きだから、はい、本を買いたくて、うん、その学校から帰ってくるとね、一生懸命その草履を作って、はい、でそれをあのまとめてまとまるとどこかへほらで買ってもらって、その金を持って甲府まで歩いて本を買いに行ったわけですよ。甲府までっていうとね、そうですね、ここからだと15、6キロ、そうしてあの本を買って勉強していたんですね、うん、そして土手がに氾濫した時ってのは海作さんがまだ9歳か10歳ですよ、うん、つまり明治31年生まれですね、はい、だから40年ってことは9歳ですよね、うん、だから9歳か10歳ぐらいの時にその洪水の後始末というか、はい、補修をお父さんに、ね、あの手伝えって言われて、あの命がけてこんなとこまで入って、うん、杭をその打ったりね、はい、支えたりなんかして手伝ったということらしいですね。さっきまあその水の水位がもう胸ぐらいのところまで入っていってというところですね。だから一丁間違うと、命を失ってしまうっていうような、そういう危険なことをやったわけですよ、うん、ね、まあ、地元というかこの土地から考えたときに、まあ、どういうものがそういう人格形成に影響したというふうに思われますか。うわー、それは難しいけど、農民は結束してやらないと、ね、物事うまくいかない、あるいはねやっぱり困ったときには助け合わなきゃいけないんだっていうことを、まあその親だけでなくて、うん、その部落の人たちがそういうふうなことで生きてたんじゃないでしょうかね。それが自然とこう子供の頃からこう吸収して身についたっていうものじゃないかなと思うんですよね。やっぱその助け合いというか。助け合いですね。